おー、今日はマスクしてません 今日はマスクしてない。なんかおしりんさんがショールームしてたから、やらなきゃと思って。シャフリーアール走るよ。あ、そうだね、今日はどこの国だっけ、あの G1 ありますもんね。でも五頭立てでしょ、五頭立て。プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスです。馬券は買っておりません。あ、イギリスです。アスコット競馬場。あと10分で始まる。え、見よ見よ。みんな何から買ったの教えて。あやかも見るわ。じゃあ、多分負けそう。え？発送は23時50分なの？まだなのね。じゃあ見ますね、ちゃんと。私もでもね、見るとね、買っちゃうのよ。買っちゃいそうなの。買っちゃいそう。買っちゃおうって買えばいい。みんなやめて、そんな勧めないで。みんなそんな進めないで。海外競馬出走馬情報で。場所見よう。うん。ね、これもう何買えばいいか分からん。関東オークス当たったから。あ、そっか、今日川崎のやつか。川崎？おめでとうございます。当たったの？馬券はどこで売ってるの？え、なんかさ、どこで買ってたっけ前。なんか海外競馬のなんか行かなきゃいけないんだよね。普通のあれじゃ買えない気がする。迷った時の誕生日馬券。私誕生日馬券できないよこれ。私誕生日馬券できないよ。
GRA のパッドから海外競馬に飛べばいつもの画面になります。あ、そうそう、それです。ありがとう。それです。あの、なんかさ、海外のさ馬券買う時ってさ、なんかこの馬番みたいなの違うじゃん。わかる？意味わかる？なんか伝え方下手くそなんだけど、わからんくなる、それであれみたいな。しゃぶりあるから買って、当てたら自慢できるよ。やっぱそうだよね。しゃぶりあるを応援したい気持ち、わかります。あ、そうそう、ゲートの番号と違うの。だからみんな気をつけて。まあやってる人は大体知ってると思うんだけど。あ、そう、シャフリアールでね、ダービー当ててますから。ね、5頭みんな強いよね。正直何が来てもおかしくないから、わかりません。こんばんは、ありがとうございます。やめて、リンパマッサージとか言わないで。あ、イギリス今日だったか。そう、今日だよ、みんな。23時40分発送でございます。はい、23時40分でございます。あやめ、ロガソロで歌ってるのレアだよね。レアだと思う。はい、何を見て思ったのかな。公演、ジェルピケのヨッシーポーチ愛用してます。あ、マジ？アイクもあれ買おうとしたんだけど、やめました。やめました。何このご褒美、ご褒美かわいい。何このご褒美ギフト、今イベント中のやつかな。頭になんかついてる、これピンつけてる。ちょっと前髪がやばいからボソボソで申し訳ない。昨日の公演楽しかった、ありがとう。お、ありがとうございます。お揃いにしたいけどさ、もう売ってるの、あれ。なんか売ってない気がするんだけど、ネットでは買えるのかな。じゃあ買おうかな。前髪は別に伸ばしてない、全く伸ばしてないよ、私は。セータンティーまだ。だからあれは
あの任天堂さんのキャラクターではございません。あの恐竜なの、みんな勘違いしないで。そうだ、オリジナルの恐竜だからみんなヨッシーとか勘違いしてやめて馬だと思ってた。あ、どう見ても馬じゃないじゃんどう見ても馬じゃないけど、前髪も身長も伸ばしてないので、身長は伸びたくて伸ばして伸びるもんじゃございません。あ、グリーンチャンネル始まりました。あ、そっか、23時からか。訴えられた。だって違うもん、だって本当に。違うから。みんなやめて。そうやって言わないで。あれは恐竜ですって。髪ボサボサな感じだねって、すごいドストレートにね、うん、ごめんね、ボサボサなの今日。何色の恐竜ですか？黄緑？緑？黄緑かな？おしりさんしろ、何やってんのこれ。ガムちゃんいる、かわいい。ガムちゃん。かわいい。かわいい。いたずら、このガムちゃん。いたずらしてる。昨日ね、久しぶりにね、ゆきちゃんとずっと一緒にいたら、ゆきちゃんがなんか落ち着いたねって言って、え、可愛いかもってめっちゃ褒められてましたよ、ゆきちゃんに。おしりさん、ガムちゃんで隠されてんだけど。お兄さん、そうだよって、お兄さんになったんだよ、ガムってね、ゆきちゃんに言ったばっかなのに、お兄さんじゃなくなってるもん、今日。可愛い。おかしいよ、ガム。兄さんでしょ。ダメだよ。ガムちゃんショールーム嫌いなのよ。ゆきちゃんがガムのこと可愛いって言ってたんだよ。お兄さんだねって。面白い。内容丸聞こえでした、申し訳ございませんね。私、動物好きとか嫌いとかないけど、ちょっとビビっちゃう部分はある。はい、ちょっとビビっちゃう。ショールーム始まると絡まってもらえなくて拗ねちゃうの、かわいいね、ガムちゃん。出ました。ありがとうございます。125日だって。ありがとうございます。25日です。大滝はペットいたことは、どうなんだろう、過去にはなんかあるんじゃない、わかんないけど、私が
記憶にあるのはないです。3連複125回はなるほどみんな買わせようとしないで、やめてやめて、買わせようとしないで。あ、金魚とかメダカは飼ってました。それ動物なの？動物？120日前にはもう終わると思ってた。そうだよね、みんな5日連続続いたのも奇跡みたいな感じで言われてたのがさ、もうね、約4ヶ月、そう4ヶ月です。すごいね、どこまで続くのかしら。金魚が20年ぐらい生きてる知り合いいるよ。すごいね、20年も生きるの。私と一緒ぐらい生きてるってことでしょ。すごくない？そうだよ、チケットも使ってない。ね、チケットで思い出したんだけどさ、今日さすごい悪い夢見たの。すごい良くない夢見た。ショールームをし忘れてしまうみたいな、寝すぎて寝すぎちゃってショールームし忘れるみたいな。だから起きたらもう夜中の2時とかね、爆睡しすぎて起きた夜中の2時でみたいな、やらかしたっていう夢にて夢が出てきた弱くない？追い詰められたら、私追い詰められてんのかな、どうなんだろう意識的にそう、麻酔目じゃなくてもにならなくてよかったと思って、そう、もう1日以上寝てる。普通になんか多分疲れて寝ちゃってみたいな、起きたら2時みたいな、え、待ってみたいな、今日ショールームしてないみたいな、やばいみたいなっていう風になりました。近い将来あるかも、やめてマジで。最近なんかさ、夢見るってあんまり良くないらしいのね。そう、あんまり夢見るってなんかあんま良くないらしいので、なんかもうちゃんと寝れてないみたいな感じらしいのね。だからちょっと私あんま良くないのかなと思って、ちゃんと寝れてないみたい。そう、眠りが浅いらしい。あ、ね、昨日の公演でも喋ってたよね、エナとかが確か。そう、それで裏でちゃんと聞いてて、でも確かに夢、確かに見てるわ自分と思って、眠りが浅いんです。なんでだろう、ダメですね。でも本当に昨日夢見たのはもうショールームの夢だった。めっちゃ焦った、うわやらかしたと思って、まあでもチケットあるかとか思いつつも、はい、やらかしたっていう風になりました。寝てても喋ってる？喋りません、喋りません、喋り足りないのなわけなわけない、喋り足りないはないです、さすがに。チケットがメンタルの安定に役立っているのは何より、いや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 、まあでも一旦目標は今月はもう絶対チケットを使わないっていう目標、頑張る、なんとか頑張る。
無遊病ではない。私無遊病で言うならもうお姉ちゃんだから、お姉ちゃんのがやばいから。チケットもらえる条件はなんだっけな、30日とかかな、連続で配信したらもらえるみたいな。だって私もう9枚か10枚持ってるよ。だから最高で10枚らしい。10枚もらったらもうそれ以上もらえないから、らしい、もらえないらしい。そうそう、10日休めるみたい。上限ある。そうだから10枚持っててもまたプラス30人でやってももらえないもん。10枚が上限らしい。あ、今私は多分9枚とかじゃない、持ってんの。それかなんかのあれで追加されてたかわからないけど、わかんないちょっとわからない。それはおしりんより休み多い。そうなんですよ、おしりんさんより休み多いです、ショールームのお休みできるの。詳しくなりました。まあ、定期的に休まないともったいないやんって感じですけど、まあ、配信できるならした方がいいなと思って。あ、そうそう、運営の不具合でそう補填されることもあるみたいな。多分そういうのとかじゃない、溜まってんの、わかんないけど。あ、そうそうそう、チケット配布みたいな、なんか1回前もらったな、なんかのやつで、なんかね、不具合が起きてみたいな、なんか来ました。多分それ追加されてんのかな。おしりんさんずっとチョキチョキしてるね。なんかしてるの？あれかな？生誕くじやってんのかな？そうそう、10枚が上限です。寝過ごしてもチケット使えるの。え、だから配信しなかったら勝手に使われるの。連休あれば何がしたいですか？え、でも旅行行きたい。どっか遠くに行きたいですね。遠くに行きたい。でも今カニライクでちょっとあることを計画してるんですよ。まあ行けるかわからないんですけど、休みが合えばの話で。みっちゃんが FC 岐阜のイベントで何？池田山行きたいって言ってて、池田山知ってんの？まず本当に知ってた？池田山知ってるんだ、すごいね。結構なんか岐阜県民しか知らないとか思ってた。池田山知ってるんだ。行ったことはあるのかな、一回。行ったことはないのかな、どうなんだろう。ね、ぜひ行ってほしいな。あ、車で連れてってあげたら絶対嫌だって言われるよ。誰も乗りたくないよ、私の横なんかに。池田山は私のおかげで有名になった。本当に？富士山より高い？まあまあまあ、ほんとそんくらいのレベルだったよ。もうほんとにここ最近はずっと行けてないんですけど、ぜひ行ってほしい。
岐阜で知ってるのはそこだけだって。すごいね。誰に教えてもらったんだろう、気になるわ。池田山と、まあでも意外と有名だよ池田山ね。なんか調べたらさ出てくるやん、結構一番上の方に夜景が有名みたいな感じで。池田山広報大使、やろうかな。全然やれますよ私。カニライクのとりあえずおしちゃんのスケジュールは大丈夫そうな。そういうこと言わないでください。おしりさんも仕事ありますから、ちゃんと大変ですから。夜景見に行くと虫飛んでない？わかんないわかんない。池田山の魅力を3つ教えて。おーいいですね。まずもう気分が晴れるみたいな、なんかもう気持ちが、もう気持ちがこうスカッとするような、はい、なんか気持ちをリフレッシュできる場所の一つです。で二つ目が、あのもう景色、景色を堪能していただきたい。本当に、はい、もう素晴らしいです。はい、もし晴れてたら、もう夜景じゃなくて、もし朝とか晴れてたら、もう名古屋駅とかが見えるぐらいもう一望できます。はい、東海県を一望できます。長野とかも見れるのかな、すごいちょっと知らないですけど、すいません。で最後ですね、最後はそうですね、あのもうなんだろうな最後はですね、なんだろうな、もうあ、パラグライダーもできる。ぜひやりたい方はやってみてください。なんか台みたいなのがあるんで、そっから、あ、パラグライダーじゃない、パラシュートだパラシュートができます。はい、パラシュートできるのでぜひやってみてください。以上ですあ、でも、まあ、ちょっと難点を言いますと、意外と30分ぐらいかかるかな、登るまで30分ぐらいかかります。またこの山もそんくらいですよね。はい、そんくらいな感じですね。気をつけて登っていただければ。でもし夜中とかその辺に行くんであれば、鹿とかに遭遇します。はい、鹿とかに遭遇できるチャンスがあります。なのでぜひそういうところにもしっかり、あの目配りしながら登っていくと楽しいと思います。はい、ロープウェイはございません。金華山とかならあります。車で行けないの、徒歩？車で行けますパラシュートとか言う人やめて。あ、車で登れないの？登れます。車で登るんです。車で登ってほしい。逆に鹿は捕まえても大丈夫。そんな捕まえちゃダメです。逆に多分普通に逃げられます。はい、イノシシはいるのかな、あのすぐ逃げてくと思うんですよね、車とかが見えたら。うどん屋はあるかな？ないです。うどん屋はないかもしれない。恐竜は出ますか？恐竜はいない。うん、大丈夫、いない、絶対いない。そうね、狭い山道なんで対向車に注意です。本当に気をつけてください。はい、ちなみに私は運転して登ったことはございませんので、ちょっとわからないんですけど、本当に危なそうなので気をつけてください。蜂はいますか？蜂は、まあ、夜は見られないと思うんですけど、まあ、夏場とかは気をつけた方がいいかもしれないですね。はい、岐阜県民だけど池田山行ったことない、もうそれはぜひ行ってみてほしい。はい、運転得意な方も行ってください行ってみてください。あと、あやかさんはいますか？私はまあタイミングが合えばいるんじゃないですかタイミングが合えばいるかもしれない、遭遇するかもしれないですね。池田山って大垣より向こうなんだ、じゃないですか。そうそうです、多分。
多分って関ヶ原のあたり、関ヶ原のあたりじゃない、そんな上まで行かない、もっと下下、なんかもう大垣をの方をずっと、大垣方面をずっと行けば池田山に到着すると思います。池田山案内してください、いいですよ、景色は本当にいいです。もう岐阜の聖火、もう岐阜のナンバーワン、岐阜でナンバーワンです、もう池田山さんが。何上なんて私も言ったどこから大垣方面、え、わからない、もう大垣の方行って、大垣駅の方向かって頑張ってください。道の駅に足湯、聞いたことあるかも。金華山より景色綺麗、まあ、そうね、金華山も私行ったことありますけどね、もちろん。大垣ってどこですか、わあ、もう調べてみてください、もう調べたらすぐ出てきます。ちょっとそこまでで行ったとこ行ってないです。ちょっとそこまで稲沢かな、稲沢市に行きました。金華山行ったことある、ユニドライブは多分楽しいと思います。はい、先週岐阜県に行きました。おお、どこにいたんだろう。あ、そう、水まんじゅうが有名、大垣は。岐阜にドライブ行くとき飛騨の方、おお、でも飛騨もいいですよね、飛騨高山もおすすめです。池田山に岐阜タンメンはありますか、池田山にはありません、岐阜タンメンは。はい、あの地上、地上っていうか、まあ山にはないです。はい、太田さんは岐阜でも都会なんだよ、私、まあ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 そうですね、一応まあ都会の方かなって感じですね。はいはい、ひだ牛美味しかった、お、ぜひひだ牛堪能してください。私もうひだ牛はもう匂いで分かる、もうひだ牛だなって。もだから牛ちゃんのねロケに行かせていただいた時に、ひだ高山の方にもういくらでも食べてくださいみたいな感じで、しかもねそのプラスロケでも食べたんで、もう匂いで、はい、匂いで分かります。急に都会があるんですかって、ちょっとあります、あります。だからギャルっぽいのが、え、ギャルに見える、嬉しい、ありがとうギャルとか言われたことないから、ありがとう。お嬢坊さん知ってるわ、あるよね、でも私行ったことある気がする、一回だけ。牛タンメンは何、やばい見れなかった。牛タンメンはでも店舗でぜひ食べてほしいですね。うっかいで取れる魚なんでしょう、アユでしょ、アユこれ答えられなかったら怒られちゃう。ケイちゃんは有名です、
そう、有名だよ。美味しいよ。でもあの一回ね、あの鉄道のツアーでご飯出てきました。美味しかった。羽島ってええとこある？羽島ですか。難しいな。別に素晴らしいところなんですけども、はい。でもなんかあることで有名っていうのは知ってる。これもね、前昔っていうかもう結構前になんかショールームで話したんだけど、なんか牛羽島駅にある像があるのね。男の人の夫婦かな、なんか銅像みたいなのがあるんだけど、なんかそれで有名らしいそれで有名らしいです。なになに？あ、そう、すごい素晴らしいこと言いましたね。コストコがあります、羽島には素晴らしいこと言ったね。そうでした。私何個忘れてんなと思った。コストコです。はい、私も行ったことあります、羽島のコストコに。でも、ね、会員にならないと入れないので、ぜひ会員になっていただいて。はいそうだ、コストコがあるわ、忘れてた、ごめんなさい。コストコが有名ですね。はい、羽島はコストコのおすすめか、いっぱいあるな私。でもパンが好き。私コストコのパンが結構好き。クロワッサンとか超好き。あとはティラミスとか、チーズなんだっけ、チーズ系なんだっけ、チーズタルトだっけとか、まあ、基本本当に美味しい、何でも私は好き。コストコが有名ってもうどこでもあるんだけど、どこでもって言ったらあれだけど、普通に全国的にあるっていう。コストコのために言うまで行かなくていいですよ。近くの一番近くのコストコに行ってください。エキスポ行くときにコストコのことあります。そうですね、タコ南部にあるんでね。岐阜城は天下統一できなかった人が建てたの？天下統一できなかった人、織田さんが建てたんでしょ。ギフバルコはなくなりました。なくなったよね、確か。なくなったよね。織田信長像が手に持っているものは何？え、手に持ってたっけ、なんか刀じゃないの？何？手に持ってたっけ？え、なんか持ってたっけ？確かになんか持ってたかもしれない。あれじゃない、あの炎のやつ、なんていうの、走る人が持つやつ。違うよね、絶対ね。違うね、違います。
違いますね。あのせあ成果成果です。成果成果です。成果です。違うよね、違うよね、知ってるから。違う違う違います。FC 岐阜のイベントでクイズ出ました。あ、これ出てたんだ。みんな答え絶対答えられなかったでしょ。絶対絶対答えられないよ。ルカさんは絶対特に答えられてた。本当にみんな答えられてた。当たり当たってんの私。どっち。うちはうちはうちは持ってたっけ。え、あ、扇子扇子持ってる。ルカさんは木刀で言ってたの。やばいじゃん、そっちもそっちでやばいじゃないですか。え、で正解は正解一向に教えてくんないじゃん、ファンの人。教えてよ。まあ、どれが正解かちょっと分かんないんだけどさ。ひだくし、ん、ひだぎゅうくしなわけないやん。絶対持ってへん、絶対ない。正解は1年後。うわ、覚えてられる、みんなこの日だよ。覚えてくれる。6月15日2023年の。正解は火縄銃。へえ、火縄銃なんだ。へえ、そんな持ってたっけ。持てる。でも火縄銃ってあれだね、ゴンギツネ思い出すね。ゴンギツネ、みんな覚えてる。ゴンギツネっていうさ話、火縄銃といえばゴンギツネだもん。スタバ持ってるよって。持ってないよ、絶対持ってない、誰も持ってない。あと兜持ってるのね。ね、ゴンギツネ懐くない。はい、めっちゃ好きやってんって。あの話なんか悲しくなって結構そういうの覚えちゃう人。そこに結びつくのはすごい。嬉しい、ありがとう。だって火縄銃といえばみたいな感じだったもん。今月ね、どんな話か教えて。でもさ、最後めっちゃ感動するやつだよね。なんか守るんだよね、その人を。なんかいたずらの、なんかいたずらの狐だったんだけどみたいな。でもなんかあることがきっかけでみたいな。わかんないけど、なんか毎回家の前に何かを置いてってみたいな。でこれ誰の仕業だろうみたいな。で多分それがゴンギツネでみたいな。でなんかわかんないけど、もう最後の方に行くと最後の方に話を飛びますと、なんかね、守って撃たれてね、お亡くなりになっちゃうみたいな話だった気がする。私結構好きなんですよ、あの話。全然覚えてないんだけど、うん。あ、そうそう、ずっと差し入れしてたってやつ。そうそう、めっちゃ泣ける話。起承転結なり立ってないんですけど、あやむろの今の説明で泣いた。だよね、思い出したよね。私もちょっと思い出してきた。そう、本当に素敵なお話です。ぜひ皆さん読んでみてください。
何の宣伝って別にそんな何もないですけどね、はい、てかもう締め切るじゃん、締め切りじゃないもん、買ってないよちなみに私23時40分です、始まっちゃう。シャフリアールが歩いてる、あと3分、私は買ってないですかね本当にマジで買ってないですか、クリスチャン・デ・ムーロジョッキーですね。でもちょっと足がしびれて、本当は買ってる、え、マジで買ってないよ、買ってない買ってない、マジで買わない、買いません、買ってないよ私本当に。ねえ、なんかツイッター、ツイッターじゃないネット環境が悪い、なんでだ、見れません、みんな何を本命にしました、Wi-Fi 頑張ってって言ってほしい、じゃないと映画見れない見えない、ちょっと待って、あ、アクセスが集中しすぎて見れないみたい、だみんな開いてるからか、ちょっと頑張ってほしいな、テレビない、このね部屋にないの、この部屋にはない、他の部屋行けば見れるのに、ダメです、見れません、もう Wi-Fi のせい、もう Wi-Fi のせい、 Wi-Fi が悪い、え、見たいのに見れない、実況しようか、実況してくれるみんな消してくれる？あ、もう見れない。あ、もう見れないわという。待て待て待て。うるさいうるさいうるさい。あ、見れる？痛い痛い、ちょっと足がしびれて、私の足が限界が来ている、ちょっと
見えない。なんで？見さしてよ。発想はまだですか？発想はまだですね。多分これ私見れないので、皆さん実況してください、ぜひ。よいしょ。見れない。なんで？なんで見れないの？見さして。見させてほしい。もう私の Wi-Fi だ。池田山に行けば電波来るんじゃない？逆に見れん。逆に見れんくなるよ、多分。逆に見れんくなっちゃう。それよりマジ足がしびれてごめんなさい。足しびれても、ダメです。なんでこれ開かないの？まだ発送にかかりますか？ちょっともう Wi-Fi です、私の。ちょっとさ、 Wi-Fi 切ろ。 Wi-Fi 切って、ちょっとどうしても見たい。どうしても見たい。 Wi-Fi を切って、で、やばい、私のショールームがおかしくなるかも。次スタート、スタート、止まってる？スタートしよう。私も私もこの、うん、もう負け。諦めます。今ね、今日どこにいるの？今どの辺にいるの？そう、まずない冒頭だね。だから4-3-1-5-2-10、2番手。うん、ロードの大出遅れ。わ、あらま、まだまだ。さあ、2番、頑張れ。1よりもさあ、コーナー直線でどうかな。どうですか？伸びない？はっ、手応えない。どっち？伸びない。伸びた。はい、そうですか。ちょっと後で V を見てみますね。わからないので。わかんないのでね。しょうがね、ババが合わないんですかね。何が、お、ステートオブレスト、
握って握ったんだ。415。うわすごいな。さあ皆さんどうか当たりましたか、的中しましたかね。まあロードノース遅れちゃったのがね敗因ですね。あさった、あさった人いる、すごいんだけど。当たりました。キャブリアルが粘ってくれば、ああそっか、まあね、日本馬だし応援したいですよね、キャブリアル。買ってたの自ステートベイブリッジグランドの順番。うん、あのメガネ、あのメガネ持ってるよ。415だもんね。415。415だったら60倍とか三連単だったら。買わなくてよかったのかね。まあでも難しいですね。動画見れた？動画まだです。動画はまだ、ちょっとマジで買ってない、マジで買ってない。これ外れたからとかじゃないですよ。外れたからとか、まず買ってないから、当たってもないし外れてもない。はい、本当に買ってないです。買ってるんだったらちゃんとあのツイッターに出します。マックおごってください。いや、こっちのセーフです。最近ちょっと調子悪いのでお願いします。そんなに暇ないでて、ガチでガチで買ってない、本当に。本当に買ってたらちゃんと買うって言いますから。どうでしょうね、私ね、まさかあんなに淡々とうまいといくと思ってなかったんですけど、まあでも今回はやってないです、本当に。勝手にもっとパスですね。まあそうよ、もっと出るよ、全身で出るよ多分。宝くじ豪華でね、本当に難しいけど面白い。配信してないと思う。ちょっともう見てくるわって言って、テレビで見てくるわって言って、多分切ってると思う。うん、ちゃんとあのリアルタイムで見たいんで、多分配信してない。
勝てたらその人でいられません。間に合った、ありがとうございます。めっちゃギリギリだねめっちゃギリギリ。はい、配信してる今。終わったのかな、終わってるわ。監視ない、監視はしておりません。よし、終わった？私配信。22時48分、ありがとう、みんな。そこでやればわかるわ出てるよね、確かこれ配信した時間。あ、本当に22時48分。オッケー。1ぐらいやってる私。ちょっと計算がわからない。できない。22時22時48分。切りません。1時間やってる。今53分。うん、1時間5分。1時間と5分です、ありがとう。できます。548はできますけど、わかりません5でしょ。だから1時間と5分。やめ、みんな飲んだよ。まあ、逆に愛華が言うと冗談じゃなくなるのか、ごめんなさいねアイカが言うと本当になっちゃうもんね、こういうこと言うとね。本当にみんな信じちゃうよね。信じてくださいね。OK ね。はい。本当でも驚かない。驚いて。一緒にクイズ、あ、いいですよ。クイズしましょうか。じゃあ、どうしようかな。どうしようかな。どうしようかな。え、むしろでもいい。絶対わからんやろってやつ。絶対これ解けんやろっていう問題出していい？いいですか？じゃあ、あのでね、まあ、結構前なんですけど、お出かけしたんですけど、お出かけした時に、まあ、歩いてたらね、いちご飴のお店があって、でいちご飴を買おったんですよ。で、まあ、注文したら店員さんにあることを言われまして、
で、あ、そうですねってなって、まあ別に、そう、まあ店員さんがいいならじゃあそれでお願いしますって言ったんですけど、まあ、そのあることとは何でしょうか。絶対分からん。ドキリしているのかなこれ。本当に一問題。ヒントください。あるんだっていうやつ。おお。今いない。あるかな。けどちょっとそこの先が欲しい。あーまあまあまあこれは正解っちゃ正解みたいな人はいるけど。けど答えではないかなっていう。でも答えを発表しますとですね、いいですか。正解はまあ私とゆきさんはなんかいちごとぶどうがついた飴だったんで、まあ、それはその在庫があったんで別にそのままもらったんですけど、おしりんさんだけいちごショートみたいないちごの、まあ、ちょっとちっちゃいいちご飴を頼んでたんですね。そしたらなんかいちごが固まっまだ飴が固まってないのでみたいな、代金はいらないのであの大きいサイズでもいいですかって言われて、もうそんなにしてくれるんだと思って、そうあのいちごが固まってないのであの大きい方でサービスしてくれたっていうやつです。だからちょっと正解に近い人はいたけど、あの正解の人いなかったね、さすがに。もしにくいした。なのでショートの値段であの普通の大きいサイズもらってたんで羨ましいなって感じですけど。むずかったでしょね、持ってるね。おしさん持ってます。だったの。あ、だからショートの値段でその大きいサイズくれたので、はい、ちょっと得したって感じ。ちょうどお金離れましたよ、ショート代を。さあ、皆さん、バイバーイ。ありがとう。